さあ、始まりました。東京ホテイソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、本日は、TikTok ジブリフィルター選手権 y テ t i k t o k ジブリフィルター選手権,選手権はい。なんですか、それは。<laughs> ギリギリでしたあの TikTok のジブリフィルターって知ってるかい、うん、なんか俺もなんとなく見たことある一回自分もやったんだけど、うん、本当にもうジブリみたいになるじゃんまあ、かジブリっぽくってことよねであれもしね、うん 実在するジブリキャラに扮してジブリフィルター通したら実在するやつになのかっていうあなるほどねあでもなるんじゃないそれはなるだろ絶対にだってそのジブリフィルターのその中には多分そのなんていうのデータは入ってるはず入ってるからなんでちょっと今から自分たちが100均でねジブリキャラに扮します100均で買ってきたもので扮するってことねするでどっちがそのキャラ再現できてるかっていう ももううこれはもう私勝つででしょう小道具担当なんでそう私はが基本的に小道具を作ってあのー、ドーピングしたアポストロフィーとか品種の草冠とかね <laughs> そういうのは全部私が作ってますんで <laughs> <部>勝つでしょう私がただねあれってね、うん、発想勝負なんだよ発想の転換で、うん、そう見えたりするっていう色とかで認識してるから。 あそっか俺ちゃんとやったことないからわかんないかもしれこれはだからちょっとやってる俺にも分があるというねなるほどで、うん、キャラ発表します、はい、まず1人目魔女の宅急便より パン屋のおっさん福を出ました。あの無口な人ね。無口なやつ。もう全然しゃべらないけどあのすごい優しい、優しい、屈強なあの男ね。二人目はい。隣のトトロ。トトロ。ああもうこれはもう王道だもんね。トトロ。ああそれはそれはやった方がいいよそれは。やらなきゃダメだと思うこれをやるにあたって。まあまあまあトトロをやらないなんて絶対にない。ゴング動画。 3人目もののけ姫よりこだまあー俺こだまなんてめちゃくちゃやりやすそうな感じするけど、ね、俺もこだまはいけると思うんだよね一番こだまが簡単な気がするそれじゃあ今から100均に行ってダイソーで買っていきたいと思います行ってきますおいお客様に人間の出口を見せるなおおちょっとはい、はい、終わりました終わりました全て買い物も終え、はい、全部取り終えました計1時間 1> えっと私、はい、ちょっと自信ありますとというと結構自信あります そのやっぱり小道具を作ってきた身として何を使えばいいかっていうのを100均に行った瞬間もすぐ分かりましたすごいねその自信いけます俺はパン屋のおっさんこう屈強じゃんもう元からある筋肉活かしとか血のりがあったねうちか発想勝負でポンといけるのもありましたちょっと見ていきましょうじゃまずパン屋のおっさん福男の正ョですねももう似てるんな まこういう感じなんだけど、うん、いや雰囲気はわかる。雰囲気めっちゃいいね。これがなってるかどうかいきます。Two one こい来いどうなるこい来た <laughs> <laughs> 何 <で S 2> これなんかじゃあのこれクレヨンしんちゃんに出てなかったの映画。<laughs> 大人帝国とかさその辺にるいや分かるそのパン屋感がないなその王国感になっちゃってるんだ一応もう上の帽子はあの白画用紙もちろんあもちろんでこの赤いこの線これはリボンですで白いやつはもうタオルかぶせてこの赤い部分あれは画用紙折り紙でいってまあ分かります分かりますこれはね俺だいぶいけたと思ったんだけどこれでもね顔がね顔が正午のまんまじゃん福男の顔見たちゃんと。 スクオの顔って眉毛が太くて目がちっちゃいのそれを再現してないのよショーゴなるほどなちょっと私の見ていきましょうそこまで求めるんだそこまで来ないとダメう,うわもう似てるわスタートこれなんですよ眉毛と目なんですよ来るよさあこ来たあっ全然違う <laughs> えー、<laughs> 全然 全然違うなんでこんなんなんの首長でもパン屋では悪くないいやパン屋あんショゴのやつはパン屋じゃないのよでも俺の方ってさパン屋では悪くない福男が福男になる前の時の福男じゃないカジュアル郵便局員じゃないこれ <laughs> カジュアル郵便局員だってこれこれ眉毛と目が全然なんないな俺はフェルトフェルト生地っていうのが100均に売っててそれを切って で俺がもう一番こだわったのは眉毛と目それをやったんだけどそれが反映されてないなこの中で一番ジブリっぽいのって確かに、うん、このちょっと左端に映ってる椅子,椅子これあのあの荒地 <laughs> の魔女が座ってた椅子なんだよ <laughs> 椅子そう一番この椅子がジブリだなこれ勝者椅子になるのかな勝者椅子 1> 第1回戦勝者椅子,椅子でしたね荒地の魔女の椅子2回戦いきましょう2回戦トトロタケルからいきましょうもうもうトトロじゃんどうんいいでしょうもうトトロだってこれをそのまま頼むいってくれさちょっと四角いけど四角いのがちょっと怖いな来た怖いトトロ怖いいやもうトトロだもんトトロ以外の何者になるな,なるなるよ <laughs> <laughs> ええっメカメカになってる何これマジでパズーが乗ってたやつなんでこうなっちゃうのこれなんかちょ鳥山明らかもないだからまあシンプルに俺はスリッパを刺してでなんかマットみたいなマットみたいなやつあとは概要して作れあれ最初の画面はトトロだったから本当にマジでトトロでしょトトロだった俺勝った気がするわこれちょっと俺も負けた気がしてくるな行きしょう 来た。あ。これ、え。ぽいけど、ぽいけど。トトロでしょいや、でも、いや。来たよ。雑な方がいいの。お。なに、これ。きんも。え。きんも。もう顔すらないじゃん、これ。え。岩と獣みたいな。岩にめり込んだ犬じゃん。きんも、これ。岩にめり込んだ犬の、え、なんで。 最初出てきた時むちゃくちゃ良かったけどねあっ獣だと思ったら岩犬岩犬岩犬だなこれ完全にあのー、サウナハットはははいはい、はいを灰色の具売ってたからあれそれはねいや悪くなかったと思うよにに画用紙の目グレー靴下を耳であのあれあのポンチョポンチョね白おしぼり待ってこれトトロ感で売ったらタけるかいや泥だな泥だなこれ泥,こ,れこれ泥かこれこれ泥仕合だな まあでも最終試合でいけるでしょ、これこだままず勝負からもう完全にこだまです、これこの時点で,でも光るじゃん、これラファエルあ、ラファエルかこれ、来たよ、えー、<laughs> 来たでしょ <laughs> これ来たこだまじゃないって、全然<え>いや雪ダウルマンにひっついてるぬいぐるみじゃん、これ <laughs> ずーっとずーっとこれ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 えいやこれはーえー、これはー雪のせいうんいやこれはだって真っ白じゃないもんまあ、顔の雰囲気はわかるよなにこいつ、まあ、冬の頃の小玉だねそうだよな、うん、アウター着た小玉アウター着た小玉だと思えばユニクロの小玉まあそうだねだからもののえっ、ー、とジブリとユニクロコラボした小玉の感じまあ私の方も見てみましょうはい。

これ誰これこれ何マジでこれに至ってジブリでもなんでもないもんな制作費200円のアルマゲドンいやそうよ <laughs> 本当にマジでダーウィン事変でもあるなこれね。<laughs> 本当だダーウィン事変選手権やってるお前んやってないいやジブリ選手権だよこれあ本当だそっちの方が近いないやこれむずいわめちゃくちゃちょっとだから金かけた方がいいかもしれないこれやっぱ金かけないと無理なんだと思う 俺だから子玉に関しては多分全身タイツとかの方がやっぱいける気がするんだよね自分が一番なりきれると思うやつ 1>, 1万とかあれば多分いけるんじゃないいけるんじゃないそれはいやでも俺普通の写真で見たらそうなんだけどね <laughs> <え>トトロはトトロだったじゃんトトロ号だったねそ,のそう箱になってた箱だったからこれどこまでいけるのかだなやりましょうやりましょうか、うん、はいということで結果はドローでした チャンネル登録よろしくねーおいビーブラートダムライター